なんだよ、キサキ。悩み事でもあるブヒか？すっごく憂鬱なことがあるの。言ってみろよ。相談に乗るぜ。僕たちは友達ブヒ。あのね、やっぱり恥ずかしくて言えない。わかるぞ、キサキ。辛かろう、苦しかろう。スーパーナイアガラキャンディ、一粒飲めば全世界中すっきり爽快。ああ爽快。お宅のおばさん、中をそらっといて、誰が便秘なんて言うの。キサキのピアノコンクール。へえ、ピアノのコンクールがあるのか。かっこいいブヒ。でもどうしてもうまく弾けないの。もうやめちゃおうかな。そんなこと言わないで頑張れよ。そうブヒ、せっかくのチャンスブヒよ。ピアノを弾くなんて簡単なのって。学校の音楽室からずっと弾いてきたんだ。弾くの意味が違うだろうが、すぐ返してこい。気づかなかった。僕らも僕らブヒに応援するぜ、キサキ。俺たちも練習に付き合うからさ。うん、ありがとう。じゃあ今日はたっぷり練習するわ。あれ、ちゃう、なんで震えてるブヒ。お邪魔しまーす。まあいらっしゃい。みんな遊びに来たの？これからピアノの特訓をするの。それは大変ね。どうぞごゆっくりね。ちゃう、何震えてるんだ。それじゃ始めるわね。なんだ、耳から鼻水。耳が痛いわよ。ホルダーガイスト状態ブヒ。やっぱり全然ダメなのよね。あ、いやなかなか良かったよ。なんていうか、すっごく刺激的だったよな。豚だ。むちゃくちゃ感動したブヒよ。ねえ山崎くん、才能ゼロなのだ。優しさブヒよ。ちゃうちゃう。そうね、もうすぐピアノの先生も来るし、元気出さなきゃ。キサキちゃん、ピアノの先生が。もう来たの？それがね、病気になったから今日からレッスンはお断りしますって。そんなコンクールはどうなるのよ！ねえ、そりゃそうだろ。あのピアノ毎回聞かされたら病気になるに決まってる。だまだまだとぶひ！暴れちゃダメだ、ブヒよ。落ち着け、キサキ。俺が新しい先生を見つけてやる。この隙にいただきなのだ。コンクールは諦めた方がいいので。恥をかくだけなので。すごく上手だ、ブヒ。確かあの部屋にいるのは。まさか、山崎？山崎！痛かったのだ。山崎、今のお前が弾いたのか？え？最高の先生を見つけたわ。山崎くん、私にピアノを教えて。何のね。山崎のやつ、本当にピアノなんて教えられるのかな？でもあの演奏は本物だった、ブヒ。山崎くん、今日からよろしくね。放課後ここに来いってことか。こんなところにピアノ教室なんてあったっけ。山崎音楽教室だってブヒ。いかにも一日で建てたって感じだな。バーッハッハッハッ、グーテンモルゲン。なんだその格好は。我が輩も昨日まで自分の才能に気づかなかったのだ。今回からは天才ピアニストにふさわしい格好で行くんだだ。ねえ、ここピアノが置いてないんだけど。うちの教室はピアノは使わないのだ。そんなピアノ教室ってあるか。その代わり一流の講師陣を揃えてあるのだ。やっぱりちゃう。バカバカしい。こんな奴に習っても無駄だぜ。とっとと帰るブヒ。そらダメ。
いい音なのだ。音楽のイメージが湧いてくるのだ。ところでキサギ、空の上にはどんな音があるのか知っとるけ？空の上？そんなの知らない。空の上には C があるに決まっているのだ。次、そこの人間湯沸かしボット。誰が湯沸かしじゃ。味噌汁の中にある音は知るか、そんなの。味噌の中にはファがあるので。ただのダジャレじゃねえか。次、そこのコンセント少年、ソファーの下に落ちてる音は。ソファーの下だから。わかった！ミーブヒー！あざーい！ソファーの下をどれどれと探したら、その下に C が落ちていたのだ。そんなわかるわけないブヒー！音を楽しむと書いて音楽。音の心を知らずに音楽の心を知ることはできないのだ！山崎くんの言う通りだわ！私、ピアノをうまく弾くことしか考えてなかった。そうよ、音楽は楽しいものなんだわ。そんな大事なことを忘れていたなんて。山崎先生、私、あなたについていきます。なに？この道は険しいのだ。覚悟はいいのけ？はい。おい、キサキ、ちょっと待てよ。山崎くんに乗せられてるだけも。たくさん食べてね、先生。よろしくお願いしますね。任せるのじゃめん。我が輩がいればコンクールなんてちょもろまの絵のガッパチだよ。おまぁ、やばやば。これで当分は飯には困れないのだ。それでは、いよいよ今日から実践。おじじ様が開発したスペシャルトレーニングマシーンなので。ラジオ、おいおい、ピアノの練習なんだぞ。どうなってる部位？私にできるかしら。まずは苦手意識をなくすため、全員あのピアノの上に乗るので。ピアノを恐れてはダメなので。上に乗ることによってピアノの支配者となるので。そうか、わかったわ。まずはそのまま町内一周。町内一周？嫌な予感部位。ワイヤー、ラジオ。いやあ！キャッシー！アッコさん、無事でよかったジョナモシ。負けないわよ！ジョナモシ！おかえりだかい！なんでハードすぎるブヒ。まだまだ、これからが本番なのだ。次はピアノを正確に弾く練習なのだよ。よし、キサキ、ラインジャンプするのだ。次、ブタダ君、ファイジャンプ。間違えた部品。間違えた時はポチッとな。次、チャウ。ソイジャンプしないでレイジャンプするのだ。チャウチャウチャウ。次、タクヤ、一番上のドへジャンプするのだ。あんなところまでジャンプできるか。そこらやがてポチッとな。ピアノを弾くには体力も必要なのだ。ピアノは素早く弾かねばならないのだ。そして力強く。そしてピアノをリズミカルに弾かねばならぬのかかる。もうダメだ。こんな特訓そうは続くわけないで。先生、これは何の特訓なの？指の力をつけるのだ。これは何の特訓なの？豊かな感情表現の特訓なのだ。すごい特訓だわ。でもこれに耐えればピアノが上手くなるのよ。あら、何かしらこれ。早起きは16分緊張で。おめえ、バカにしないでちょうだい。この C は深さが1センチ。人生かけた乙女の革命。おばあばは今年で175歳。3回目の還暦おばあ。
年の割にはイケてるでしょ。胸元寄せたビキニスタイル、誰もがみんな振り返るよ。バランス取れるでか頭。なんなのこれ。